どうも、トシボジチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回お話しするのは、島に現れた不気味な木像。今ですね、オカルト界隈を賑わしているあるニュースがあるんですよ。はい。これがね、とっても面白いニュースで、まあ面白いって言っちゃいけないんだけれども、やっぱり、こらいいニュースやなと思いながら僕は読ませてもらったんですね。はい。それはですね、北国新聞と言いまして、うん、石川県の地方紙なんですね。うん、その記事を読ませていただきます。はい。まずタイトル。うん。触らぬ木像にたたりなし。不運続いて不気味。発見時の状態で見守る。というふうに。はい、タイトルですね。9月14日なんです、これが。うん。うん、半月前なんですけれども、じゃあこれどういうものかなんですけれどもね。うん、6月中旬に羽咋市という市があります。その町にですね、うん、長手島という島がありまして、そこで見つかったのが謎の木像なんです。うん、その木像はですね、不運を招く存在として今、不気味がられている。うん、住民の話では、触れた漁師2人が大怪我。うん、名物のですね、天然の岩ガキ、これがですね、不良になると、うん、地元のですね、柴ガキ町会やですね、石川県の漁業の組合ですね、触らぬ神にたたりなしとしてお堂を建てて祀ったりだとか、うん、逆に処分をしたりせず木像を発見時のままその場所に置いておこうよという話になっているんです、うん、でその木像なんですけれども、縦約40センチ、横約20センチ、あまり大きくはないんです。うん、柴垣師匠のですね、うん、まあ委員長が6月15日に草が茂る遊歩道沿いで見つけたと。うん、七福神の恵比寿様にも見えるが、仏像の蓮華座ですかね、がある、うん。神様とも仏様とも断言できない謎の仏像。うん、師匠のですね、うん、西さんは、うん、突如現れてから運が悪いことが続いていると顔を曇らしている、うん、7月20日には木像を触った海市海の市ね、海岸で原付バイクを運転中転倒して右肩と鎖骨を負傷、うん、さらに8月の2日には別の方が階段で転び頭を4針縫う怪我を負う、うん、柴垣周辺はしけが続き、名物である天然岩垣は漁獲量が伸びなかった。うん、異常事態に役員は8月30日に会合を開き、木像の扱いを協議した。要はそれらの不運な出来事というのが、垂れ続いている不運な出来事というのが、この木像のせいじゃないか。早くないそこ。たたりやないかと、ね。で、島には漁師が海中、海の中で拾ったと伝われる七面大明神や八大竜王を祀るお堂があり、うん、で、お祭りも営まれている。このためですね、木像も祀ってはどうかと意見があったんだけれども、うん、漁師の中からはいや、それは気持ちが悪いと、歴史がわからないからね、拒絶するという声も上がる、うん、当分はその見つけた場所に置いて様子を見るという。これすごくないですか。すごいというか、まあだいたい大人いっぱい集まってさ、うん、そんなわけねえだろっていうやついそうな話なんだけどね。それほど静かで、なおかつ多分、ね、そこのお堂で祀っているものっていうのを信仰してるんでしょうね、うん、この島ではね、まあ、確かにその田舎の方では神様とかね、仏様と大事にしますから、うん、まあまあそこの気持ちはわかるんですけれども、うん、木さん言うように結構スピーディースピーディーだよ、うん、みんなオカルトのおじゃんってこと。そう、結構早いなと思うんですね、うん、その新聞社で記事になるに至るのも結構早いし、うんうんうん、何なんだろうと思って、うん、ただその扱いに困っているという一文を読んで、うん、僕ここに連絡したんです、うん、その、はい、自治体かなんかに市に連絡しました。市に、はい、うん、知る人と知るではなく、その島というのが北国新聞地方紙にしたとしても、うん、かなり、まあ、新聞に取り上げられるということは話題になっている、うん、だからこの時にそこに行くと結構怖がってる人が多いとか、うん、まあ話してもいや新聞で語ったまでだよって言われて追い返されるから、うん、なので市に連絡するんです。そしたらまあ若い声の感じ、若い人が出てくれて、うん、いやあの北国新聞読ませていただきましたと、うん、いや大変ですねあの木像、まずその人のためにいろいろ話をする、うん、いや大変なんですよと、実際人も怪我してる、うん、まあそれを結びつけるにはちょっと早い早計かもしれないんだけれども、やっぱり怖いんですよ、うん、って話になるんですよね、はいはい、でしたらという言い方で、うん、あ、私申し遅れました、うん、
早瀬康弘と申します、うん、検索してください。記事山ほど出ますよ、うん、調べていただくと分かると思うんです、うん、おかしな奇妙なものを僕取り扱ってるんですよと、うん、ですから奇妙なものを取り扱ういわプロですと、うん、アマチュアではございません。モグロ複像になってるよ。やったことないよ、ドーンもやらないから、うん、え、そういう人がいるんですね、うん、って言って、そういう人が世の中にはいるんです。うるせえよ。そしてあなた方が初めてではない、うん、いろんな街から、うん、いろんな有名な店、うん、そういうところからいろんな曰くのものを私引き取ってますと、うんうん、だから怖がることはありません。あなたは一番目じゃないんです。お客様としても、はいはいはい、もう何十番目なんです。ですからその道のプロに任すのが一番いいんじゃないでしょうかね、言うて、うん、営業じゃない言うたんです。したら、うん、そうですか、そうですよね。一回早めに乗った一回、うん、まあ記事であった一番最後の町内会長の伊藤さん、うん、73歳の方に一任してるんで、うん、一度相談させてください、うん、って言われるんです。あ、わかりました、いつでも待ちます。確かに僕って怪しいですもんね、うん、ですけど調べてみてください、いろいろ記事が出ます。うぜえ。メディアにも出ています。うんうん、田舎の人はメディアに出てるということから、テレビ出てるっていうとね、どんと上がります、ね、うん、本も出しております、うんうん、本も出すというと田舎の人はどんと上がりますから、これ信用度が、だから言ったんです、うん、そしたら分かりました、あ、結構活躍されてるんですよね、うん、でしたら私どももきちんと伊藤さんに伝えてみますって言って、1時間ぐらい経った後ぐらいに、あ、すぐ動いてくれたんです、はい、うん、その方から返信ありました、うんうん、電話でね、はい、はい、もしもし早瀬ですと、うん、分かってるからね、早瀬です。そしたら、あ、すみません、先ほど伊藤さんにご連絡ですと、お堂で一回お祓いしようという話になりまして、あ、ほうほう、そうで、そこでお祓いをして、なおかつその木像もそこのお堂で面倒を見ようという話になったので、僕のこと恐ろしいと思うと、あの、会ったこともないようなやつが、うん、名前を名乗ってただただ引き取るっていうのはあれだから、僕は現地に行きますよって言ったんですよ、うん、信頼関係を結ぶために怖いと思うんでって言って、うん、実際僕そこに行くんでって言った時に、あ、実は来てもらうことも今ちょっと控えさせていただいておりましたと、あの、取材も控えておりますと、というのも今本当にその場所の人たちは怖がっていて、うん、これからどうなるかっていうことでお祓いをしてお堂に置くことでちょっとね、どうにか沈静化することを我々は願っているんですと、うん、だからそこで当該の方が来られていて、うん、で取材させてくださいってたくさん来られても、みんなまた、あ、やっぱり怖いことなんだって思って混乱しちゃうかもしれないから、うん、あちら側の島の町会の方からすると、やっぱり自分たちで片付けたい、要はその出したくない人にね、うん、あと情報というのを、余計なその刺激を与えてまた変なことになるとかも、ね、うん、そう考えちゃうから嫌だよね。僕はちょっとそれが怖かったです最初にね、うんうん、現地にすぐ行くというのもできたんです、うん、石川県ですから、まあ1日かければ行けますからね、その島までね、うん、でも行ってしまってよそ者が来たということで、うん、またその怖がってしまうんじゃないかなとか、うん、僕も島というかその山の人間なんで分かるんです、うん、その島外から人が来たら、うん、島外というか、そう、あの、そう、外から人が来たら、そう、何しに来たんだろうとか、ちょっと怖くなるんですよ、うん、なんかあったのかしらとかって、知らない顔が来ると怖がっちゃうんで、うん、やっぱそういうのって怖がらせたくないんで、一回ちょっと市に連絡したというのを、うん、まあ順序をね、はいはいはい、してもらったんですけれども、まあ何にせよちょっと今そういう感じになっていて、うん、で DM でもですね、ちょっと連絡いただいていて今、うんうん、あの、実は私の知り合いの男性の方がそこの島出身なんですよと、うんうん、どうにか取材できませんかねっていう風に今話進めてもらってるんで、お待ちください。だからなんか微妙だよね、うん、その連絡が来たっていうことは、うん、あっちでは何かが起こったってことでもあるからね、怖くさせてしまうだけなので、うんうん、だからちょっと皆さんもね、もしかしたら見たいという人もいるかもしれないんだけれども、ちょっとそこはね、落ち着いて、うん、落ち着いてよ。お前が言うな。お前が言うな。いや、僕はちゃんと死をね、死に連絡していこうとしましたから。モグロ服装。やかまし、ドーン新しいなんかね、アニメが深夜だれなんですって、ぜひそちらを見てください。知らない。それは知らないわ。まあ、そういった話があるんです、うん。で、もう一つあるんですよ、面白い話が。これちょっと短く終わるんですけれども、はい、我々ね、淡路島に行ったんです。はいはい、ちょっと。そこでね、まあ、いろんなもうすごいメンバーでやらせてもらったんですよ。その中で、うん、早瀬さん知ってますか、淡路島には、実は禁足地が存在するんですよ。で、うん、ある女性から教えてもらったんです、はい、まあ、その女性の名誉のためにどういう仕事をしているか、どんな人かっていうのをちょっと控えさせてもらうんですけれども、まあ、若い綺麗なある女性に声かけられるんですね。でそこの禁足地というのがその場所自体ではなくって、うん、ある島一
島そのものがもう禁足地化しているって言うんですよ、うん、昔は入れたんだけれどもいろいろあって今は入れなくなっている、うん、である神社がそこを管理しているっていうんですよね、うん、でそこの島というのが煙島っていうところなんです、うんうん、煙の島って書いてあるね、はい、煙の島ってことなんですけれども、うん、そこの禁足地となっている煙島でちょっとね地元の人しか知らないような奇妙なことが起きたので、うん、そのお話させてくださいっていうふうに DM いただいたのでまたね、うん、別日にちょっと読ませていただきます。煙島ですね、平の敦盛うん、ですね。この敦盛というのは信長がですね、あの人間50年言うて歌歌いながらなんか舞い踊るんですよ、うん、その人間50年っていうのが確かこれ敦盛っていう歌なんですよね。うん、まあ、そういったようにちょっと一つの歌になっているぐらい有名な方なんです、うん、平の敦盛っていうのは、うん、聞いたことあるの。十何歳とかで亡くなったんですよ、うん、戦でね。その時に相手方があの首にふと刃物を当ててね、うん、どんな人間かと思って兜をねスッと傾けたら若い男の子だった、うん、だからどうしようかなと思ってお前なんちゅう名前やと聞くんですよ、うん、そしたら名前なんと聞かんと早く首跳ねんかい、首跳ねて持ってったらえらいことがわかるぞみたいなこと言うんですよ、うんうん、まあ自分がすごい地位が高い、まあ、そう、うん、平の家で平家でもってすごい血筋やからと。でもちっちゃい子やのに若い子やのにもうそんだけ度胸もあってもう平家の一員として戦っているということにすごい感動したみたいな、そんな話があったんですよね、うん、でそれで首を跳ねると、その跳ねた首をその煙島で祀ってるんですよ。将門の首塚があるじゃない、うん、あるよね、と同じように、はいはい、首塚がその煙島には存在するんですよね、うんうん、まあ誰も入れないんでどうなってるかは今わからないんですけれども、うん、禁足ってなのでね、でそこのお話を聞かせてもらったんですよ、はい、だから同じような東京とね首塚にまつわる禁足地の話なんですよ、うん、ちょっと面白そうですよね、はい、読ませていただきます。ちょっと簡単なんですけれども、現在は一般人の立ち入りは禁止、うん、年に1回お掃除の日に上陸できる、うん、地元の神社、まあ、ある八幡宮があると、うん、その八幡宮の方が年に1回お掃除の日に上陸できるらしいんです、うん、で現在の宮司さんがいるんですけど、現在の宮司さんのお父様が小さい頃、うん、友達5人で遊びに行って島に上陸する、うん、そして島に入って木に5人の名前を彫るんです、うんうん、入ってやったよって言ってね、そしたら結果お父様以外の5名は不慮の事故で全員亡くなられるんです、うん、だからお父さんだけはもしかしたらその八幡宮でもって血筋があって世話をしてるからっていうのでもしかしたら生きられたのかなっていう、はいはいはい、ただそういうことか、5人全員ってとんでもない話ですよ。まあね、お父さんを除いたね、うんうん、全員、まあ、不慮の事故で亡くなられているいう話なんですよ、うん、で若い時っていうからもしかしたら敦盛って17とかでしか亡くなってるんですよね、うん、同い年ぐらいなんですよ。もしかしたらそういうことも関係してるのかなというような話が、何せ、まあ、禁足地の話で持ってあるので、うん、でそこをもしよければ今度淡路島来た時にご案内いたしますよ、まあ、中には入るかどうかわからないんだけれども、まあ、そこに詳しい方をいろいろ紹介させてもらいますよとへったので、この続編がね禁足地の話でいろいろできそうなので、うん、今後いいんじゃないですか、うん、なんか出てきそう感はある、はい、そうですよね、うん、まあ僕の動きに期待していてくださいあれ何どういうこと、こいつなんか、うん、海の写真あげたなとか、うん、何も文章入れずに、うんうん、あれみたいな、あれ幸せのパンケーキ食うてるなとか、うん、あれあれあれみたいな、うん、なってきたら淡路行ってるぞおい俺やたらと玉ねぎの写真が増えてきたり、そうそうそう、玉ねぎのクレーンゲームに挑戦とか、うんうんとかね、あれこいつ淡路行っとんな、うん、ってなったら行くぞ俺煙島てか別にいらなくねその匂わせ、なんでやねん匂わせてくれよ必要かそれ、いや禁足っていいじゃない煙島ね、全部出しゃいいじゃん別に、あと多分なんで行く過程を入れないしね、うん、とあのこれね中には入れないんですけれども、うん、近くから写真は撮ることは可能なんですよね、要は港になっていて、はいはい、その港から島に向かってカメラを向けて写真を撮ったんですけれども、れ、うん、それがこちらなんですよ。あらちっちゃいな、またそうちっちゃいんです、うん、で泳いでいける距離なんですよねこれ。本当だ、すぐ近いね、そう近いんですよ、うん、かなり近くってわかる、うん、ここすごい近いんですよ、うん、
で船止めるとこもあるし、はいはい、この要は右側の島のとこからここまで泳げるしね、全然ね、100メートルもないんじゃないかな、これね。それならなんか本当に地元の人とかで、うん、ヤンキーとかは入っちゃいそうだけどね。そうですよね、うん、まあでもこういったようなお父さん含めたら6人か、うん、6人で行って書いて5人亡くなったって話があるから、うん、ちょっとそれが信じられていて怖がられているというような、なおかつ首つくらし近づいてあかんよというような、まあ、熱盛伝説が残っている煙島の金属地のお話でした、うん、まあ2つね、ちょ今回お話しさせていただかったんですけど、島と島の話を2つさせていただきました。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで我々サブチャンネルもやっております。としみなティチャンネル、ぜひそちらも登録お願いします。はい、お願いします。でさらにニコニコチャンネルとしぶさん秘密クラブという会員制のもやっておりますので、そちらもぜひお願いします。はい、ぜひお願いいたします。我々1億人突破目指しております。1億人突破しましたら金属地といえば誰ですか今。吉田ゆきさん。そう、うん、吉田さんですよ、うん、多分横に並ぶ人はいないぐらいあの人が金属地回ってます。本何冊か出してるし。そう、本も出してますからね、うん、ちょっと吉田さんに1億人いったらさ、うん、もう多分吉田さんを自由に使えると思うのよ。どういうことだよ。空通にできると思うのよ。もう金めちゃめちゃ払って、金めちゃめちゃ払って。登録者で動くか、あの人は。動かんか、あの登録者で動いてないからな。動かなそうだけど、うんうん、ただ金には弱いからさ。金には弱そう。金には弱いからさ、めちゃくちゃ吉田さんに金払って、うん、あのね、金属地の本出されてますから、うん、そこバチバチ行こうかなと思ってます。買収して。吉田さんを買収して、バチバチ行こうかなと思ってるんで、ね、吉田さんと僕が、あれ、ツイッターによう上がるなと思ったら、うん、匂わせなんで、うん、ぜひぜひそちらも、返せの動向ですね、はい、残さず見ていてほしい。以上です。ありがとうございました。